はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、歯医者の結果でございますけどもね、右上奥歯の虫歯の続きでございます。診察台にね、案内されてね、座ってからね、治療が進められていったんですけどもね、途中まではね、順調に出て、あ、予想通りやなーってこう思ってたんですけどもね、まあ僕の考えとはね、裏腹にというか、まあ見落としてたというかね、まあ忘れてたメニューがね、お取り行われました。まあそれはね、このサムネイルでね、見てもらった通りなんですけどね、レントゲンでございます。レントゲンね、そんなね、イレギュラーなメニューでね、まあ心をこう惑わされた昨日はね、まずはまあ仮の蓋を削るとこからね、始まったんですけどもね、しかもね、麻酔なしでね、行われたんです。痛かったらね、左手を上げてくださいねとかね、言われながらね、まあでもすでにね、神経を抜いていたので痛みをね、感じずにいたんですけども、こうね、やっぱりこう時折ね、風をこうシュシューってこうかけられるじゃないですか。あれをかけられるとですね、冷たくなってね、他の歯が染みてね、痛くなったんですけどもね、まあ、でもまあ手を挙げるほどではなかったんです。そしてね、まあ、僕の歯の中に入っていたね、消毒液を染み込ませた綿あるでしょ、あれをね、こう取り出されてからね、その時前回に、しっかりとね、幅を広げた、神経の通り道があったんですよ。そこをね、確認するためにね、またそのねじれた長いね、針金でね、こうゴリ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 されて、安全確認がそこで整ったところで、もう今回本番、やっとね、本番のね、最終的なね、薬をその神経経路の中にですね、ぎゅーっとこう詰め込んでもらいました。で、まあここまではね、予想通りでございますけどもね、まあ、この後は銀歯の蓋をね、作るためにですね、ピンクの柔らかいやつをね、噛むんかなとこう思ってたんですけどもね、でもその上からね、また消毒液をかけて、またその上にね、消毒液を染み込ませるように、先生がまだね、ちっちゃいね、綿をね、こうギュッギュッギュッとね、詰め込み出したんですよ。で、あれって思うじゃないですか、この綿入れっぱなしでピンク色のやつすんの？でもまた次回に取り除くよね、この綿。そんな状態で型取りをして銀歯を作るの？間に綿かましてんのにって思ってたら、ピンクの柔らかいやつをね、せずにですね、いつものようにね、仮蓋をされたんです。あ、終わった。今日はこれで終わりやわ。今日は型取りせんかったら次回なんかな。予想が外れたなぁ、ってなったんですよ。僕の心の中ではね。ほんでね、まあ時計を見たらね、まあ治療が始まってから30分経過したので、あ、今日は早かったなぁと思ったらね、はい、では今からね、レントゲンで神経を削ったところに薬がちゃんと入ってるかどうか確認しに行きますので、移動しますね。と言われてね、確認？これミスってたらさ、また削り直して、入れ直し？とかね、こう思いながらね、レントゲン室までね、歩いていったんです。で、その時にね、レントゲン室に座ってね、まあ、こんな風にレントゲンするんやなっていうね、映像をね、また隠し撮りしたんでね、ご覧ください。はい、それじゃあレントゲン撮りも開けてください。軽く管理してください。そのまま撮ってください。はいですね、そんな感じでレントゲンされたんですけどもね、まあ、撮り終わってから診察台に戻ってくるとですね、なんかね、こうどっとこう疲れが出てきてね、しばらくね、ちょっと、あ、先生すいません言うてゆっくりさせてもらったんです。ほんでね、まあ、ゆっくりさせてもらってね、まあ、先ほどのレントゲンのね、画像が転送されてきたんですよ。それをね、先生とね、見てね、確認しながら説明してもらってるね、映像があるんですよ。ここに困難がなってましてね、ってこんな風に入ってるんですっていう風な、ね、説明を受けたんでね、ちょっとそちらをね、ご覧ください。これがあれですね。そうそうそう。神経に、ね、神経の取ったとこに、うん、薬が、まあ、レントゲンに映る造影剤の入った、うん、ゴムのような樹脂が入ったって形ですね。菌が入ってこないように、うん、防腐剤って形で詰めてると、はい、これがうまくいかないとこ上で止まってしまったりとか、うん、突き抜けたりとかするんですけど、頑張ったからちゃんと入ってますよ。ありがとうございます。あとなんか、綿みたいなの詰めてましたよね。ちょっと綿入れて、仮の蓋入れてって感じですね。それは綿が最終的には変わります。あ、そうなんですね。じゃあまた削って最初また続き進めしないといけない。根っこの基礎工事が終わったって感
あいやこれが大事です、ね、これが大事、はい、基礎工事が終わってこれから、まあ、作っていかないとデザインが始まると、はいはい、わかりました。はいね、このような感じでですね、しっかりと神経の道のね、隅々までね、薬がこうギュッと埋めてもらうことができました。先ほどね、先生からお話があったようにですね、綿は次回にちゃんと取り除いて、またちゃんとした仮蓋をして終わりなんです。ほんでね、この映像をね、取り終えた後にね、次回は元の先生に戻りますとね、言われたんです。というのもですね、今回までやってくれてた先生というのはですね、実は非常勤の先生やったんですよ。もうね、この事実をね、突きつけられた時はね、もう残念で仕方なかったですね。もうなんならね、こう今後もね、やってもらいたいなーなんて気持ちになっていたんですけどもね、まあそうはいかなかったみたいですね。なのでね、まあ、次回はもともとやってくれた先生にね、戻ってしっかり蓋をしてもらうような予約になりました。でも確かにね、応急処置とかね、簡易的な詰め物をねされる時だけならですね、他の先生とかねしてくれたんですよ。美人歯科医もそうやったしね、ショートヘアのねスポーティー女子もそうやったんですけどもね。なのでね、まあしっかりしたこう仕上げの、まあ、本気の詰め物とかね、その型取りをしてからの銀歯っていうのは、まあ元々の先生がねしてくれてたよなーってね、こうちょっと思い出しました。まあ途中のね仮の蓋はね、結構なね確率でね、まあ取れてしまってたことがねありましたけどもね、銀歯に関してはねまだ取れてませんのでね、まあ、そこはね安心して身を任せれると思います。まあこのね銀歯に関してっていうのは、その箇所における虫歯においての、最終段階のことなのでね、まあ、患者としてはそれまでの工程をね、こうしっかりねやってもらって、でさらにしっかりとした蓋をしてほしかったもんなんですよ。もうせやからね、きっと次回もですね、予想ではこの仮の蓋を削ってからね、ベースをちょっと整えてから、ピンク色の柔らかいやつをかぶって噛んで、型取りを行ってって感じでね、まあこうなったらね、まだまだ次回ではね終わらない感じですよね。でもまあ確実にですね、治療はこうトトトトトンって進んでいっていますし、でその後もね、まあ、新しい虫歯はね増えてませんのでね、まあ、しっかりね今後もねやってもらいます。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。